ンプンプンハロー YouTube。 どうもニセキンです。はい、今回私の部屋からお届けしてるんですけども、最後にめちゃくちゃすごいものを皆さんにお見せしますので、絶対に今回は最後まで見ていただきたいと思います。撮影とかいろいろ編集とかまあいろいろやってるんですけども、これいつも使ってるカメラですね。これあのカメラケースですね。カメラ入れたりするのに使っております。これあの Bluetooth で飛ばせるスピーカー、これ超便利です。でこのルイ・ヴィトンは何かというと、僕のマスクケースが大量に入っておりますでですね、これがですね、モノマネ芸人の人結構持ってる人多いんですけど、山田カツラって場所のカツラ屋さんで買ったカツラケースなんですけど、中にはヘイヘイヘイどうも日村ですの日村さんのカツラが入っております。歌とかもですね、軽く録音できるようにこのマイクとか手話のやつをですね置いてます。これがね結構かっこいいんですけど、置くだけで充電できる。これアップルウォッチ、ここで充電できて、ここであのまあ iPhone を充電できるという感じなんですよね。これが僕が使ってる Mac ですね。2年ぐらい前に買ったやつなんですけど、なんか古い感じしないんでね、なんか買いたいとか思わないですね。てかあんまり僕パソコン詳しくなくて、なんかいじってるふりしてるような、もうねもうインテリアの一部になっておりますね。はい、そしてこれバッグなんですけど、このヒカキンさんが使ってるらしい。てか前は使ってたらしいんですけど、最近持ってるのあんま見ないですね。もうルブタのバッグ。大体僕は出かけるときこれ使ってます。で、皆さん、こんな自分の部屋を紹介したかったわけじゃないんですよ。今日は、なんとこちらご覧ください。じゃ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 いやいや、嬉しさがあまりにもすごくてアプローチのように伝わっちゃいました。このキャットタワー見てください、キャットタワー。このキャットタワーも、ヒカキンさんがいつも使ってるんで、なんとなくそれに合わせてキャットタワーも。このね、横に撮った時に、結構ヒカキンさんの部屋っぽく見えます。まあ、ヒカキンさん家はもう超いいお家だし、めちゃくちゃでかいんですけど、まあ僕ん家はね、もう本当に6畳ぐらいの狭い部屋を、ヒカキンさん部屋っぽくして、自己満足ですが、もうヒカキンさんを愛する者として頑張りました。それではじゃあちょっと固定にしてですね、ヒカキン TV っぽく撮りたいと思います。改めまして、ブンブンブン、ヘアロー YouTube、どうもニセキンです。はい、このソファーに座って初めてのご挨拶をさせていただきました。いやー、我が家に弟をやってきてしまいました、このカラフルソファーとにかく嬉しい、嬉しいの一言です。どうですか、このソファーに座った瞬間。前よりもヒカキンさんに見えるかんで、いやーでもね、僕これずっとずっとずっと欲しくてどうしようかなと思ってたんですけど、いよいよ買ってしまいました。ヒカキンさんが本当に大好きでモノマネを始めさせていただいて、やっぱりこのソファーはなきゃいけないなと思って、ヒカキンさんと言ったらやっぱこのソファーじゃないですか。このいやーで、これ今ね座った瞬間にもうとにかく嬉しくて、人生で 1,2,3 もう3本の指に入るぐらいのこの嬉しさです。ヒカキンさんもソファーに置いてるんですけど、僕もこのお面を置かせていただいて、でこのキャットタワーもいつもね、こうヒカキンさんの動画に映ってるんで、キャットタワーもこのセットとして置かせていただきました。こう映ってる時なんとなくもうあのヒカキンさんのお家で撮っているかのような感じで、これからもですねヒカキンさんの優しい面白い動画、そこにですねさらにこのニセキンとしてのエッセンスをうまく加えてですね、皆さんに楽しい動画をお届けできたらなと思います。皆さん本当にいつもありがとうございます。 TikTok から始まって皆さんにこう見ていただいて本当に嬉しいなと思っております。これからも私ニセキンまだまだなんですけど頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ニセキンこのソファ似合ってるよと思った方はぜひグッドボタン、いやお前にはまだ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 早いからと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンブン、じゃんけんバーイ。トラクトラクトラクしてね、ヘイヘイ、トラクトラクトラクしてね、ヘイヘイ皆さんチャンネル登録お願いします、ヘイヘイ。